竹藤弘崎支店、強盗放火殺人事件。2001年5月8日、青森県弘前市の消費者金融、竹藤弘崎支店に、突然押し込んできた男が、店に放火した。火は瞬時に燃え広がり、従業員5人が死亡、4人が重傷を負った。青森県警は、店の焼け跡から、わずかに残った証拠を発見し、放火殺人の疑いで、犯人を逮捕した。犯人は、ギャンブルで作った借金返済のため、金を奪おうと店に押し込んだが失敗。火をつけて逃走した。事件の詳細。犯人の小林光弘、当時37歳は、タクシードライバーをしており、当たりも良く、勤務態度も真面目だった。結婚して子供にも恵まれ、ローンを組んで家も買った。趣味は、少額で楽しむ競輪だったが、1996年、知人の女性から、借金を依頼されたことがきっかけで、人生が狂い始める。女性は小林の結婚式で仲人をした恩人。そんなこともあり、彼は女性に言われた通り、4つの消費者金融から、計200万円を借金。さらに妻も消費者金融から50万円を用立てて、合わせて250万円を女性に渡した。面倒を見ている一人暮らしの老人から、近々1000万円もらえる予定だが、手続きに金がいる。女性からはそう説明され、すぐに帰ってくるならと考え、その話を信じてしまった。しかし、知人女性はその後、行方をくらました。さらに、小林はそのことで、やけになったのか、消費者金融から、競輪の資金を借りるようになり、大穴を当てた快感が忘れられず、小さな楽しみだった競輪は、気がつけば数万円を投じる、泥沼のギャンブルとなっていた。自らも借金を増やし、ひどい時は、会社から前借りし、1回に20万円をつぎ込むこともあった。次第に返済は滞り、職場にも、消費者金融から、催促の電話がかかってくるようになった。1998年、小林は勤務していたタクシー会社を辞め、他のタクシー会社を転々とし、1999年4月頃、小林は離婚届と置き手紙を残し、単身上京。上京先でも、タクシー運転手として働いた。しかし同年8月、父親の体調が悪いため、手術をすることを知り、青森に戻る。故郷に戻ってからは、父親に毎月の生活費を援助してもらうようになり、そのおかげで、余裕のできた小林は、2000年1月頃から、新規一転し運送業を開始。2000年4月、行方をくらましていた知人女性が、宮城県で一家心中したことを、新聞で知った。知人女性は、家族ぐるみの詐欺により、指名手配されており、被害者は、小林以外に複数人いた。これによって、知人女性に貸した250万円は、小林夫妻が責任を負うことになった。しかし、小林が自力で返すことは、無理な話だった。小林は母親に泣きつき、これを返済。しかし競輪による借金は残ったままで、競輪の借金は280万円まで膨れ上がっていた。そんな状況でも、小林は競輪をやめなかった。2000年10月、父親が他界したことで、小林は遺産を得た。これは、今までの借金を帳消しにできる金額だったが、小林は何を血迷ったのか、この遺産で車を買い、残りすべてを競輪につぎ込み、借金返済に充てることはなかった。さらに車を担保に、60万円を借金し、これも競輪で溶かした。
小林は妻に信販会社から借金をさせ、60万円を返済。その上で再度、車を担保に60万円を借りた。しかし、二度目の60万円も、小林は競輪につぎ込んだ。すると小林は、今度は母親に頼ってこれを返済。激怒する母親に、小林は土下座して謝り、競輪をやめることを誓った。母親は、次やったら親子の縁を切ると厳しく言いつつも、車は生活に必要だろうと、60万円を貸してくれた。こうして二度目も、なんとか返済できたが、この後小林は、また証拠りもなく、再び車を担保に借金。三度目に借りた60万円も、競輪で溶かした。2001年4月、小林は以前勤務していたタクシー会社で、再び働くことになったが、競輪で作った借金を返せない以上、担保の車は取られ、早朝、夜勤など、不規則な勤務体系のタクシー運転手という仕事には、通勤のための車は、絶対に必要で、どうしても手放せなかった。次第に追い詰められた小林は、いよいよ土地狂ったのか、返済のお金を作るため、強盗を計画。ガソリンをまいて火をつけると脅せば、脅した相手は、金を出すと考えた。小林は、消費者金融の店を襲うことにした。その理由は、店にはいつも大金があって、警備も甘いという、頭のおかしい理由だった。2001年5月7日、ガソリンスタンドでガソリン混合油を購入。2002年5月8日、この日は仕事を休み、車はパートの出勤で妻が使うことになっていたが、小林は妻にパートは自転車で行かせ、妻が出かけた後、水色のつなぎを着て、車を運転し、今回の事件現場である、竹藤弘前支店に向かう。この店に決めた理由は、これまで利用したことがなく、顔が割れていないという、頭の悪い理由だった。場所も、自宅に向かう左車線に沿って位置して、逃走するのに都合が良いという、心底ふざけた理由だった。消費者金融に到着し、駐車場に車を止め、犯行の手順を確認。その後、消費者金融の入ったビルに押し入り、階段の踊り場にガソリンを撒き、新聞の束を置いた。万が一、追跡された場合、これに火をつけて、追われないようにするためだった。午前10時45分頃、小林は3階の消費者金融の店内に入り、そしてすぐさま、カウンターの内側に向かって、ガソリンを撒き散らし、大声で、金を出せ、出さなかったら火をつけるぞ、と叫び、店員を脅迫。しかし、竹藤の支店長は、これをきっぱり拒否。その場で110番通報した。考えてもいなかった、想定外の結果に、小林はパニックになり、その上その支店長の行動に逆上し、新聞紙に火をつけ、カウンターの内側に投げた。火のついた新聞紙は、ガソリンに引火。店内は一瞬で、おびただしい炎に包まれた。小林は急いで逃げ出し、階段の踊り場に置いた新聞の束にも放火。ビルから逃げ出し、車を急発進させて現場から逃走。しかしその時、通行人が目撃しており、車の車種も覚えられてしまう。放火された店内は、瞬く間に炎が上がった。駆けつけた近隣の助けで、4人の従業員が逃げ出すことができたが、大やけどを負った。しかし、出口のない店の奥に逃げた他の5人は、脱出することはできなかった。犯行は、わずか3分の間の出来事だった。事件翌日、
小林は朝のニュースで5人を焼き殺したことや車を特定されたことを知り激しく動揺した。ところが反省の念は全くなく、金を出さなかった店が悪いと寝ぼけた思考に至った。報道では当然のごとく犯人を強く非難。小林はそれに我慢できず、正体を隠して青森テレビに電話。自分が犯人だ。金が欲しかっただけなのに、出さなかった店側が悪い。従業員が死んだのは店側の責任だと身勝手極まりない寝言を展開し、自分の土地狂った強行を正当化。事件の翌日から小林はのうのうと会社に出勤していたが、いつ捜査の手が及ぶかわからない不安から、その後もテレビ局に手紙を送ったりして捜査を攪乱させようと知能の低い行動を展開した。手紙には犠牲者と遺族に対する謝罪の意や、出頭せず罪を背負って生きていくつもりという、世間を逆なでするような内容もあったという。しかし警察の捜査は難航。わずか3分の犯行でさらに現場は焼き尽くされたため、証拠はほとんど残っておらず、目撃された車は登録台数が市内だけでも1800台もあった。そんな中、焼き尽くされた犯行現場から、わずかに残された犯行当時使用した新聞紙から、警察はその新聞紙の配達された地域を特定。当日に新聞が配布された地域で、目撃された車を所有していたのは、小林だけだった。実は犯人特定前に、警察は重要参考人として小林の存在が浮かび上がったことがあり、作成されたモンタージュ写真や現場から逃走した車種をもとに、小林のところにも捜査員が来ていた。だがその時はアリバイ工作のおかげでやり過ごしている。彼は関係ないのに疑われたら面倒だから、事件当日は妻が車を使ったことにした。何も知らない妻は小林のアリバイを偽証したことになった。2002年3月3日午前5時30分頃、警察は小林の自宅を訪れ任意同行を求めた。小林は今日出番だから任意なら明日じゃダメですかと逃げようとしたが、数十分間の押し問答の後、引き下がらない警察官に根負けし、同行に応じた。小林は、嘘をつけるところまで突き通すしかないと考え、供述を二転三転させながら、容疑を否認。午後8時ごろ、取調官が小林の自宅から、放送局に届いた手紙と、同一の便箋が発見され、しかもその便箋からは、手紙の筆圧痕を確認。これを詰められると、小林はその行為自体は認めながらも、それらはやじ馬根性でやったことだと供述し、言い逃れようとした。しかし、取調官はそれまでの供述内容の矛盾などについて指摘すると、小林は次第に首をなだれ、午後8時50分ごろ、ようやく犯行を自供。事件から10ヶ月後の2002年3月4日、小林は容疑を認めたため、放火の疑いで逮捕された。犯行時、着ていた水色のつなぎも、小林の自宅で見つかった。小林光弘の生い立ち。1958年5月19日、青森県南津軽郡平賀町で、4人兄弟の次男として生まれた。しかし父親が事業に失敗し蒸発。1969年両親が離婚したため経済的に貧しい生活を送った。地元の平賀町立葛川小中学校に通い、中学時代は生徒会長を務めた。
1974年に中学を卒業。その後、千葉県君津市内の運送会社に、車両整備工見習いとして就職。その傍ら、木更津東高校夜間部に通学した。しかし、働きながら勉強するのが嫌になった小林は、1975年10月、高校を退学。しかし翌年4月には、思い直して復学。その後、車両整備工見習いの仕事を辞め、同市内の印刷会社で、印刷工として勤務。1977年8月頃から、半年間ほど、ガソリンスタンドにも勤務した。1978年6月、小林は青森県に戻り、夜間高校に編入することになったが、一日も通学することなく退学。数ヶ月後には、横浜市に行ったり、千葉県市川市に行ったりして、土工の職を転々とした。1987年、再び帰郷し、青森市内のタクシー会社に就職。10月、知人の女性の仲人により結婚。翌年には、長女が生まれた。小林はタクシー運転手として働き、1993年頃、同僚の影響を受けて、競輪を始めるようになる。当初の掛け金は1レースにつき、500円から1000円程度であった。1995年7月、母親から頭金として200万円の援助を受け、1760万円の住宅ローンを組み、妻との共有名義で、青森県南津軽郡にマイホームを購入。1996年、小林は仲人の知人女性から、借金を頼まれ、消費者金融から200万円を借り、それを知人女性に貸した。一方、小林も高額配当を的中させ、大金を手にしたことから、次第に競輪にのめり込み、1997年から1998年にかけて、消費者金融で金を借り、競輪につぎ込み、その結果、多額の借金を抱えることになる。1998年、勤務していたタクシー会社を辞め、その後は他のタクシー会社を転々とした。1999年、小林は自動車を担保に入れ、自動車金融会社からも借金。当時の借金額は、知人女性に貸したものと合わせ、300万円を超えていた。小林は4月、担保に入れていた軽自動車を、自動車金融会社に売り渡し、自宅に離婚届と置き手紙を残して単身上京。東京でもタクシー運転手をしていたが、サラ金から新たに10万円借り入れ、競輪で溶かした。一方、両親は1986年頃から蒸発した父親は、母親と再び同居するようになっていたが、1999年8月に、父親から体調が悪く、近々手術をする予定だ、といった内容の手紙が届いたため、翌月9月、妻子のいる青森に戻った。妻は、競輪や借金をやめるように懇願し、小林も、消費者金融で借金しないことを約束したが、競輪をやめる気はなかった。その後、仕事を探すこともなく、病床の父親から生活費として、毎月15万円から20万円の援助を受けていた上、妻の実家にも金を無心するという、下道な行動を展開した。家のローンは、ステップアップ償還方式で、この頃の月の返済額が、急激に増加したことで、生活はますます苦しくなっていった。妻もコンビニで働いて、家計を助けた。2000年1月、小林はローンで軽トラックを購入し、高収入を期待し、
運送会社から委託を受け、軽貨物を宅配する仕事を始めたが、仕事は少なかった。当時の借金額は約370万円を超えた。2000年4月、仲人の知人女性が、その家族3人で無理心中し自殺。知人女性に貸していた250万円の返済義務が、小林にのしかかった。5月、小林は母親から150万円、妻の姉から90万円の援助を受け、同月中には借金を全額返済。小林は、返済のために母親から預かっていた通帳から、何を勘違いしたのか、2000年8月から9月にかけ、3回にわたって68万円を無断で不正出金。軽貨物の宅配は予想外に仕事量が少なく、すぐに配達が終わってしまうような状況で、時間を持て余した小林は、土地狂ったように競輪に没頭。いっそのこと、競輪で一発当てて、家のローンも全部自分で返そう、と、気の狂った思考になった小林は、5月から6月にかけ、消費者金融から立て続けに、280万円もの借金を重ね、そのほとんどを競輪につぎ込んだため、再び返済に苦しむことになる。2000年10月、父親が病気により死亡したことで、小林は合計860万円以上の生命保険金を手にし、ワンボックス型の車や、長女のためのパソコンを購入したり、母親、弟、妻にも分配したが、約300万円が手元に残った。このことで、小林は軽貨物の宅配の仕事をしなくなり、妻には仕事に行くふりをして、妻の作った弁当を持ち、競輪開催日には、毎日のように南津軽郡の場外車検場に通い、1レースにつき、30万円分もの車券を購入するなどして、競輪に大金をつぎ込んで、お金を溶かし続けた。その結果、2001年1月末には、保険金を使い果たし、20万円を借金の返済に充てただけで、他の借金を清算することはなかった。小林は、消費者金融からの借金が、限度額を超えており、これ以上借りることができない状況だった。そのため、競輪もできず、借金の返済にも困っていた。2001年2月1日、自動車金融会社から、車を担保に返済期限を翌3月2日として、60万円を借りた。契約日から、40日目が最終返済期日となり、返せない場合は、担保の車の名義は、自動車金融会社に変更する約定が交わされた。しかし、借りた60万円は、競輪で溶かし、妻に信販会社から借金をさせ、自動車金融会社に返済。しかし、小林は返済すると同時に、再び同じ車を担保に、60万円を借り入れ、ほとんどを競輪に使ってしまった。この時点で、消費者金融からの借金は300万円を超え、破産することも考えるようになった。小林は妻に軽貨物の宅配は廃業していること、仕事に行くふりをして競輪に通っていたこと、消費者金融からの借金が300万円以上あることを打ち明けた。妻は激怒したが、夫婦ともに自己破産の申し立てをすることを承諾。自動車金融会社に対する2度目の返済は、母親に頼った。母親は、これ以上来るなら、親でも子でもないよ、と叱責されたが、60万円を援助してもらい、これを借金の返済に充てた。ところが、小林は返済すると同時に、完全に脳が湧いているようで、3度目の借金をした。5月1日を返済期限として、
車を担保に60万円を借り、一発逆転を夢見て、また競輪に溶かした。2001年4月、小林は以前勤めていた、青森市内のタクシー会社へ再就職。しかし、自動車金融会社に返済する60万円のめどが立たず、返済期限の5月1日には、車を取り上げられてしまうことになった。車がなくなれば、昼夜不規則な勤務帯の、タクシー会社の勤務は、事実上不可能だった。しかし、誰からも借金はできない小林は、手っ取り早く強盗でもやるしかないと、頭のおかしいことを画策するようになった。そして2001年5月8日、ついに今回の凶悪事件を起こした。裁判。2002年6月6日、青森地裁で小林光弘被告の初公判が行われた。裁判で小林は、強盗の意思で店に押し入ったことは間違いないが、人の命を奪うために押し入ったことはない。火をつけた時には、殺すつもりはなかったと、殺意を否定した。弁護側も、被告人の本件犯行には、確定的殺意はもちろん、未必の故意としての殺意も認められないとし、被告人には、支店長に対する傷害の、未必の故意が存在しただけであると主張。これに対し検察側は、本件において、被告人が金剛湯に着火すれば、爆発的な燃焼を起こし、瞬時に店舗が燃え上がって、店舗内の従業員らが死亡することを十分に認識し、自らで金剛湯に着火しようとしている際、多数の従業員が店内におり、逃げ場などがないことを十分に承知しながら、あえて金剛湯に着火し、店に火を放ち、被害者9名全員に対する殺意を持って、放火に及んだことは明らかであるとして、確定的殺意を持って、犯行に及んだと主張。論告求刑で、検察側は小林に対して、死刑を求刑した。それに対し、最終弁論で弁護側は、無期懲役の判決を求めた。2003年2月12日、青森地裁は検察側の求刑通り、小林に死刑判決を言い渡した。判決で、山内明義裁判長は、強盗殺人、現住建造物等放火の凶悪、重大事犯であり、その動機は利欲と自己中心的な憤激に基づくもので、身勝手極まりなく、酌量の余地は皆無。犯行後の情状からは、真摯な反省の情を認めがたく、これらの事情を勘案すると、刑事責任は極めて重大であることは明らかであり、極刑をもって臨むのが、当然のように思われると断罪。犯行の結果はあまりにも重大であり、罪刑の均衡の見地から、生命をもって償わせるのが相当であり、一般予防の見地からも、死刑をもって望まざるを得ないと糾弾した。小林はこれを不服として、仙台高裁に控訴。2004年2月19日、仙台高裁は小林の控訴を棄却した。小林は最高裁に即日上告。2007年3月27日、最高裁は小林の上告を棄却。死刑判決が確定した。小林の国選弁護人は、4月2日付で判決の訂正を申し立てたが、これも棄却され、正式に死刑が確定した。その後、3度の再審請求を行うも、すべて棄却された。これに懲りず、4度目の再審請求の打ち合わせを予定していたが、2014年8月29日、宮城刑務所にて、小林光弘の死刑が執行された。享年56歳。公判当初、小林は自分が死刑になる可能性を考えておらず、出所後のことについての手紙を母親に送っていた。
小林は確定死刑囚として、収監中の2013年1月頃から、肉体的、精神的に体調不良が著しくなり、かなり痩せ細り、便や尿を失禁して、布団や衣服を汚すということもあり、死刑囚によくある、抗菌症状が出ていた。今回の事件は、むしろ裁判をする価値もなかったような事件だったと思います。この小林光弘という、社会の産業廃棄物男は、最初から最後まで、酌量の余地は全く思い浮かびませんでした。私の個人的な感想ですが、この裁判自体、被告人の権利として、法律上、形式だけで行われたものだと感じました。むしろ、これほどまでに、弁護の余地がない男に対して、国選で弁護士に指名された弁護士の方に対して、むしろ同情してしまうくらい、気の毒な気持ちになりました。事件の被害者の方には、それぞれ家族がいて、その中には、3歳になったばかりの娘を持つ方も存在し、他には、長女が保育園に入園してから、家族のために、ずっと働き詰めだった方も存在し、高校卒業からわずか、若干20歳という若い従業員も犠牲になり、事件の裁判調書を読めば読むほど、この小林光弘という、ギャンブル依存症の存在が、再生不可能な産業廃棄物のような存在だという印象が、どんどん強くなるばかりで、逆の心情が、全く芽生えませんでした。今後、小林光弘みたいな産廃ゴミクズが、二度とこの世に現れないことを、切に願います。亡くなられた、被害者の方々のご冥福を、心よりお祈りします。小鳥のお部屋、事件ファイル。よろしければ、チャンネル登録お願いします。